皆様こんにちは。株式会社陰影コンセプトアーティストの富安健一郎と申します。今回は Adobe Fresco という iPad のお絵描きソフトの混合ブラシという機能をメインに使って絵を描いていく方法をご紹介したいと思います。まずは鉛筆ツールを使ってサムネイルスケッチを描いて構図やアイディアなどを決めていきます。この上段にあるラフが良さそうなので、今回はこちらから進めてみたいと思います。下絵のスケッチを拡大して、混合ブラシツールを使い、ラフに描いていっています。なんとなくドラゴンがいるような絵を描いてみたいと思っています。また、このブラシツールの特徴を生かしたような荒れた夕焼けの空のようなものも描いていきたいと思っています。この辺は描き始めですので、いろいろ描き直したりまた描き足したり、下絵をこうやって出してみたり、いろんなことをやっていっています。この辺りの感覚は実際にキャンバスで油絵の具で描いているようなものと非常に近いものですので、今までデジタルツールを使ったことがなかった人にも、楽しめる工程であると思っています。遠くの方の山が、夕焼けの空の色に溶け合っていくような表現をしようと思っているのですが、この辺りがまさに混合ブラシツールの機能を使っている場所になります。混合ブラシツールはすでに塗られている色をブラシに少しつけながら、さらに塗っていくようなことができます。ですので、このように微妙な色の変化をキャンバス上で色を作りながら描き進めることができるようになっています。実際に絵の具を使って描くときはパレット上で絵の具を混ぜて描いていくと思うんですけれども、その感覚に非常に近いものになっています。実際に私もこの段階ではあまり新しく新規の色を作らずに、画面の中にある色だけで今後の色を構成しようとしています。画面に新しい要素として溶岩の流れのようなものを描こうとしているんですけれども、こういう今までと違う色を作る時だけカラーパレットで新しくこの溶岩の色を作って描いていくような感じです。いろいろなブラシを使って画面に表情をつけていこうとしています。また画面中央に今回の主役でもあるドラゴンを描き入れてみました。溶岩から昇る煙のようなものや雲の切れ目から差す光のようなものも描いていって、画面をより魅力的なものにしようと試みているところです。レイヤーモードをスクリーンにして溶岩の熱が空気に伝わっているところや、またレイヤーモードを蒸散にして画面全体を暗くしてみたりしてトーンを整えていく。最後に人を描き込んで Adobe Fresco での作業は一旦ここで終了としました。ここからの作業は Photoshop での作業になるんですけれども、さらにいろんなブラシを使って、絵画風な表現にチャレンジしているのと、また Photoshop で使えるすごく複雑なブラシがあるんですけれども、そういうのでいろんな細かいところを描いていったり、全体の調子を整えていったりしています。はい、これで一応この絵は完成とさせていこうと思うんですけれども、今回ご紹介したように私は Adobe Fresco は最初のラフを描くときなどで、iPad で気軽に描きたいときなどによく使っています。そして仕上げはやはり Photoshop でということが最近は多いようです。ということで、今回ご紹介した Adobe Fresco の混合ブラシツールを使って皆さんもお絵描きライフを楽しんでみてください。
陰影 YouTube チャンネルでもいろんなお絵描きの動画を流していますので、もしよかったら見てみてください。以上、株式会社陰影コンセプトアーティストの富安健一郎がお送りしました。